こんにちは先端教授と申します今回は PUBG の軽量化の設定フレームレート数が人によっては20あるいは30くらい上がる可能性もある設定方法をお教えいたしますただし2019年1月の情報ですので、えー、これから仕様変更があるかもしれませんのでご了承いただければ幸いです設定方法としては5つプラス1つ の設定方法があります。文章で、えー、この動画の概要欄にすべて貼ろうと思います。文章で十分な方はそちらをご覧ください。映像次で設定したい方は、えー、概要欄の秒数、あるいは今画面に表示している秒数を参考に必要な情報だけ、えー、飛ばしてご覧ください。まず1番目。DPI スケールの設定。スチームを開きます。 スチームを開きましたら、ライブラリーでゲームですねを押し、pubg のところで右クリックをし、プロパティを押す。で、ローカルファイルを押し、えー、ローカルファイルの、を、閲覧を押します。で、tsl ゲームを押して、バイナリーズを押し、windows64 を押し、tsl ゲーム .exe ですね。まあ、一番サイズが大きいやつですね。まあ、人によっては .exe がついてないかもしれませんが、これを右クリックします。で、プロパティを押し、えー、っと、こうなってますね。うんえー、全般から互換性を押し、えー、高 DPI の設定の変更を押します。これ結構仕様が変わることがあるので、まあ、とにかく DPI スケール、 という言葉が入っているところのチェックを入れます。そして、OK を押します。これだけで劇的に変わるというのはね、一時期、PUBG 回でも噂になりました。2番目、起動オプションの設定。Steam を開き、ライブラリー、ゲームを押します。PUBG の欄で、プロパティ、右クリックし、プロパティを押します。起動オプ、一般のタブに起動オプションの設定という、 ところがありますのでこちらですね上級ユーザーのみご使用くださいと書いてあって怖いですがこれを概要欄を参考にコピーペーストで構いませんのでこういう風に貼りますちょっと若干あの違うと思うんですがまあ、誰でも使えるものを概要欄に貼ってますのでそちらを貼って OK を押してください3番目 Windows の電源オプションの設定まずコントロールパネルを開きます システムとセキュリティを押します。電源オプションを押します。で、えっと、人によってはこういうふうに、えー、非表示になっているかもしれませんが、ここの追加プランの表示というところを押しますあ。すると、あ、ちょっと設定後なんであれですけど、高パフォーマンスとかいうのが、あの、どこかにあると思います。バランスや省電力ではなくて、高パフォーマンスというのをチェックを入れましょう。 4番目、Windows a ア r をオフにする左下の Windows ボタンを押し、設定を押します。個人用設定を押します。色を押します。下の方に行き、その他のオプションというところに、透明効果というのがありますので、これがオンになっている方はオフにしましょう。5つ目、NVIDIA コントロールパネルの設定。 デスクトップで何もないところで右クリックを押します。NVIDIA コントロールパネルを開きます。左のタブの 3D 設定のところの 3D 設定の管理を押します。これは仕様によってかなり変わるので、一つだけ、一番下の電源管理モード、これを最大、パフォーマンス最大化を優先を押します。 で、閉じていただいて結構です。6つ目。CPU コ o ズの購入。CPU コ o ズというソフトが Steam で販売されています。結構賛否両論なんですよね。これはパソコンのスペックによるものだったりとか、まあ、手動でできる部分だったりとかするので賛否両論ではあると思いますが、私はこれをかなり激推しします。かなりおすすめです。どんなものなのかというと、 えー、スチームのゲームを開く際にその開いたゲームとプラス設定で何か設定したもの以外のソフトの優先度を下げてくれるというものです。ゲーム中は、えー、なのでそのゲームの優先度が、えー、最大になるという形ですね。えー、これは PBG の配信をした時に画面が画カ角クカクになってしまったり あるいは何か別のものを起動していてそれがカクカクしてしまう人は絶対にこれを使った方が個人的にはいいと思います。このソフトを経由して例えば PUBG を起動する。これですね。このソフトを経由して PUBG を起動すると自動的にコア数の割り当てが進みます。 ホワイトリストの設定をすることによってゲーム以外の例えば配信ソフトであったりとかそういうものを除外するという設定もできますし、あるいはあとは、えっと、こちらにもね、あの先ほど紹介した起動オプションの設定がありますのでこちらも設定するといいでしょう 詳しくは私の書いたブロマガがありますので概要欄にリンクを貼っておきます。そちらをご参照ください。以上で私のご紹介する PUBG 軽量化の設定の説明を終わります。